こんにちは、土の子です。今日はね、ゆうまくん、オレンジくん、土パンくんと白服倉庫でね、かくれんぼしていきたいと思います。さあ、それじゃあ行ってみましょう。さあ、どんなとこに隠れてくれるかな。白服は結構もうこなしてるからね、徐々に分かってるぜ。さあ、みんな頑張ってくれー、みんな頑張ってくれー。あー、吸い込まれていくんじゃ。よ、横に吸い込まれて棒に当たってるんじゃ。おお、びっくり、はえー、来るの。おい、来るの早すぎでしょ。おいおい。大丈夫なの、ちゃんと隠れてよ。おっと、危ねえ。見に来たね、こっちは。さあ、あと40秒。怪しい場所をどんどん打っていくよ。おお、みなぎってきた。いくぜ。はい、こういう隙間系は全部埋めていく。一応真ん中を置いといて狙っていこうか。塗ってないからといってなし。なし、塗ってないけどいることあるからね、たまに。さあ、もうここまで来ちゃったよ。しっこ系は全部塗っていかなきゃ。おっと、おっと、あれ。ゆうまくん、そこじゃ見つかるぜ。そこじゃ見つかるぜ。さあ、どんどん行くぜ。まだまだあと2分ある。内側はこっちも塗ってないね。塗ってないけどいる感じはない。あれ、あと2人どこだ。この壁系もない。あれ、おかしいな。あれ、みんなどこだ。あと2人。あれはユーマ。いや、わかんねえ、どうしよう。あれ、おかしいな。やべえ、おかしいな。おかしいな。え、結構相当塗ったよね、僕。どこにいた。もう端っこも結構塗ったつもりだったんだけど。あれ、オレンジくん死にすぎてね、大丈夫。さあ、回答編いきましょう。2人どこだろう、ちょっと想像がつかないな。全部端っこ塗ったつもりだったんだけどね。さあ、君たちはどこに隠れてたんだい。隠れるんだよ、まだ。さあ、どんなところに隠れてたんだろう、気になるぜ。さあ、行きまーす。センサーダメをして、よし。ちょっと待って、2人とも回線落ちしてるじゃん。これもう一回やんなきゃダメだ。え、あはははは、ここか。こう、あ、なるほど。こりゃすげえや。あ、なるほど。一旦落ちてから下の方で見せるってことね。あはは、難しい。これは見つけらんねえわ。さあ、ちょっと回線落ちしちゃってるので、他の2人もね、見に行きましょう。ゆうまくんだったんだ、さっきね。ゆうまくんが残ってたので、ゆうまくんはあそこに隠れてたってことだね。で、戻る最中に僕に見つかったってことだ。なるほど、みんないい隠れ場所探してるぜ。さあ、行きます。まずはみんな、まずはみんなの場所を見ていく。よし、おっと、結構向こう側に多いね。まずはこっち側。え。そこ行けるの俺。ああ、なるほど、上に
裏に隠れてたってことか。確かにこれは落ちてた。こっち側っていけるの俺。あそこ確か難しいね、見つけらんないかも。よく見なきゃダメだな、棒の方とか。あともう一人は、お、え、どこ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 、ちょっと待って、あはははこっちかよ。え、どうやって塗るのあそこ。やーべえ、こんな裏もあり、難しすぎる。すげえとこ見つけてくるな。そしてゆうまくんが、ここだよね。すげえ。やる、みんなやる。こっち側どうやっていくんだろう。落ちちゃう。うわー悔しいな、生きてえなあそこに。あ、いけたいけた。ちょっとだけ塗り合いが広がった。これわかんねえわ確かに。これで端っこの方とかいられたら、あーいやー面白い場所考えててくれましたね。ということで正確には僕の全敗ですけど、まあゆうまくんが戻るときに、倒してしまったという結果でした。さあ次は同じメンバーでね、マサバ海峡の方は行ってみたいと思います。さあマサバ海峡でかくれんぼやってみましょう。さあみんな頑張ってくれ。マサバ海峡はそこそこやりましたね。だいたい隠れる場所は分かってるつもりなんだけど、毎回毎回分かんないっていう、悔しいな。徐々にね鬼のレベルは上がっていくと思います。この上で休むんじゃ。はあ、イカ文字、これはつかさ電気かな。リスポーン地点が塗られて、あーラジカセだ。ちょっと可愛い形のラジカセだね、黄色でいい感じ。えい、さあ行くぜ。もうすぐだぜ。おい大丈夫かい。スタート地点戻りました。さあ、あまり見ないでおきましょうね。こっちはちゃんと時間を守って3分になったらスタート。くぜ、いけ。よく落ち着いて見なきゃダメだね。焦るのは焦っちゃうけど、よく見ないと見落としてしまう。大王も使っていかなきゃね。さっき大王使うの忘れてたっすね。インクがなかなかなくならないんだもん。やっぱり面白い部分に隠れてもらえてると思うから、決め打ちしていかなきゃね、いろいろと。地点に戻って、あれ、ちょっと誰か落ちちゃってるぞ。あれ落ちたのはちょっと戻ってほしいんだよね。上とかいないあっ。いた、イエーイ、オレンジくん見っけ。さああとはこっち側は、うっ。イエーイ。ゆうまくん見っけ。さああと土パンくんだけど、あれ土パンくんは、土パンくんどこだろう。おお、びっくりした。イエーイ。あれ土パンくんが見つかんないな。いないんじゃーい。いないんじゃーい。さあ回答編、マサバ海峡大橋、土パンくんが見つかりませんでしたね。さあ土パンくんはどこに隠れてたんでしょう。あ、敬礼しちゃった、やべえ。ブレ緑のお風呂に使って敬礼するんじゃ。なんだこれ。吸い込まれて戻ってって感じだね。痙攣するみたいです。やってみてください、みんな。さあ見つけていきましょう。ちょっとまずはオレンジくんが、あの高台、イエーイ。見えてるのかなここ。反応してねえぜ。さあ、あ、土パンくんはあそこですね、奥だ。え、あははは、ここの側面か。
側面系多いな。側面系これ倒せねえんじゃね俺。イエーイ。なるほど、そうやって潜るわけですな。やる。そしてゆうまくんがここ。おお、の2人出てきたんだけど、飛んでたってこと？ちょっと僕も塗っときたい。あはは、落ちちゃった。下手くそすぎね、オレンジくん。あれどっから上がるんだろう。あ、向こう側から上がってそのままそこにいるみたいな感じか。いや面白かったです、みんなありがとう。はい、今日もね最後までご視聴ありがとうございました。僕は他にもね、誰も倒さない縄塗りバトルとかいろんな企画やってるので、よかったらねそっちの方も見てみてください。かくれんぼの募集もね近々しようと思っているので、よかったらねチャンネル登録して募集動画をね見逃さないようにしてもらえたら嬉しいです。それじゃあよかったらまた次も見てください。つちのこでした。